インテルの主将 FW マウロ・イカルディが13日、インスタグラム上でライブ動画を配信し、ファンの質問に応じた。美しすぎるサッカー女子たち。日本海外の可愛い女の子、あなたの好みは、100枚、イカルディは5日の鳥の戦で右膝を傷し、アルゼンチン代表の招集を辞退しているが、妻のワンダナラさんと共に SNS 上でファンへ向けてライブ配信を行った。怪我については精密検査の結果、損傷はなく早期復帰が見込まれることが発表されていた。イカルディ自身も、膝の状態は良くなっている。腫れが引いてきた、と述べ、順調に回復していることを報告した。早ければ19日のアタランタ戦でピッチに立てる可能性がある。またイカルディ一家は本人を含め7人家族の大所帯として知られているが、犬好きが高じてペットも3匹いる。今後、さらに家族が増えるかどうかを問われると、子供がもう1人欲しいか。もう子供は5人いるし、犬も3匹いて多すぎる。ワンダは中でも一番手がかかるし、これで十分だ、とジョークを交えて答えている。最後に、同僚の日本代表 DF 長友佑都が話題に上った。ファンから長友によろしく伝えるよう頼まれると、ダメだ。佑都は今、日本代表にいる、と返答。続いて、なんで彼にこんなにファンがいるんだろうね。わからないな、とつぶやき、長友人気に首をかしげた。